有限会社朝日町ワインは山形県西村山郡朝日町に本社を置く酒造メーカー大朝日岳の東部山麓地域にある朝日町にあるワインメーカーである朝日町はもがみ川が2 1トルにわたって南北に流れ町土の約76%が国立公園をはじめとする山林で占められている町でもがみ川の両岸に広がる貸し団球は 傾斜地で腐食に乏しい粘土質の土壌であり、この環境がワインの原料のブドウの栽培に適した土地であり、朝日町のブドウを使い同米のワインなどを製造している。2000年にワインシーニやワイナリー見学ができる朝日町ワイン場が完成している。1944年山形果実種製造有限会社として創業。1990年に社名を 現在の有限会社朝日町ワインへと変更している。ワインの成分の主席さんから電波発信機に使う軍需物資であるロッシェル使を取り出すことを目的に当時の政府が全国の武道産地に命じてワイン工場を作らせたのが創業の始まりとされている。戦後は大手ワインメーカーの下請けとしてワインの原種製造を主に行っていた。1973年には 農業共同組合の援助を受けて、自社ワインの製造をはじめ、サンワインと命名したワインが完成。2年後の1975年に、朝日町と現在の JA さが、西村山である、地元農協の共同出資で、自社ブランドのワイン作りを開始し、1979年に、マスカットベーリエー、セーベル、リースリング酒を原料とした新製品、旭日町ワインが誕生した。 ワインのほか、1999年には、ブランデーの製造免許を取得し、1985年より、試験上流を始めたブランデーの新商品、高野を発売している。2013年と2014年に、国産ワインコンクールの国内改良等、品種赤部門で2年連続の金賞、部門最高賞、コストパフォーマンス賞を受賞。2016年には、 G7 伊勢島サミット2日目のワーキングランチにマイスターセレクションバレルセレクションルージュ2013が提供されている。朝日町ワインオンラインショップを参照。朝日町ワインを味わいながら野外でのバーベキューワインパーティーを楽しむ朝日町ワイン祭りが例年9月に朝日町で開催されている。朝日町ワインについて朝日町ワイン山形県朝日町 2019年10月5日閲覧、朝日町ワイン、朝日町ワイン場、日本ワイナリー協会、2019年10月5日閲覧、朝日町ワイン祭り、朝日町ワイン、山形県朝日町、2019年10月5日閲覧、ありがとうございます。